ボンちゃんは初めてみんなと一緒に食べてます。よかったね、ボンちゃん。まだちょっと言ってますけど、ユーリは怒らないね。よかったね、ボンちゃん。優しいね。よかったね、ボンちゃん。どちらにとる4時前ぐらいにミルクが始まります。で、6時間起きで月が11時ですね。もんちゃんがうんこしてたんで今その片付けを先にしました。で、よいしょ、ごめんごめん、よいしょ、こちらですね、よいしょ、離乳食、後でパッとすぐ開けます。4時過ぎです。今、3匹ミルクをくれました。よいしょ、ちょ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 、折れてくれ、よしよし、やっとここは離乳食かね。これ勝負早いからね。はい、どうぞ。はい、どうぞ。半ぐらいが経ってますね。お目目ちょっと見せて。お目目、よく見えます。あ、良くなってきたね。瞬間だけで見えました。また後でゆっくり見てます。今日も病院行きます。朝は休みみたいですね。ミルクは、さっき乗せました。今日は寝坊せずに髪から起きることができました。はい、ごめん出ないよ。はい、いいの、それ誰、マル、ジロー、あら、なんだよ。はいはい、はいくん、しょうくんだ、しょうくん、はい、さっちゃん、さっちゃん、さっちゃんおいで、さっちゃんおいで、はよはよ、さっちゃん、おいで、さっちゃん、おいで、はいはい、こっちこっち、はい、ハッチもいで、はい、ハッチ、はいはい、
あっち、あ、入って。外回り点検に行きます。あら、おはよう。メビ、何の出ません、五郎さん。ほら、今日もいっぱいだね。はい、おはようございます。9月19日、月曜日になります。今日からママさんなんか休暇を消化しなきゃいけないということで、1週間ぐらい休みなんじゃないかと思います。なのでちょっとゆっくりですが、猫娘さんと一緒に鹿児島に登って一泊して病院の検診をしたりしてっていう予定組んでますけど、ちょっと台風で日程がずれ込んで、猫娘さんはそのまんま大学の方に戻って最後の卒業単位をしっかり取ってもらいます。あの、結構いるな。はい、田中組です。すごくおとなしいというか、食べるのもすごいゆっくりですね。また1キロ超えてきたらもうちょっとフリーにしてあげようと思います。ネタがあるので、まずみんなとちょっとこれやってもいいと思います。風邪は治りましたね。お腹の方もいいです。ご心配をおかけしました。頑張ってます。はい、おかわりタイムです。ほぼフルメンバーですね。
構食べるねやっぱりね。というかないというかおかわりはないよ。タックも、もういないよ。ピコちゃん、ピコちゃん食い損ねたの。後であげるやつにして。食い損ねにはあげる。はいはい。いや行ってらっしゃい。行け行け。あ、トラちゃん帰ってきた。やっと。はいはい。トラキチ君帰ってきた。はい。行って。トラちゃん行って。はい。ノラミ行って。はい。ハイクも行って。はい。ピコちゃん行って。はい。ちって。お皿を片付けるとこうやって第二陣が帰ってきたんですね。まあ、トラちゃんはあげられるけど、ね、困っちゃうね。トラちゃんどこ行ってたのあんた。面白いんですけど、ここが開くとゴロが必ずここに入っているんですよ。何をしてるのかよくわかんない。昨日ちょっと、いいお話をちょっといただきまして、まあほぼちょっと確定かなと思うんですけど、もうちょっと詰まってから公開します。とってもいいお話です。早く話したいんですけど我慢します。拾った人はもう分からずじまいだ。してますって言われるとですね、先生これオスメス分かる、この大きさだったり。オスじゃないですか。いや男の子、男の子のヤン君元気だね。元気出たりしちゃうね。昼間は行くです。誰か行く、誰か出てくれ。もうちゃん出てきたんだ。もうちゃんね、細いのであげるのがいいかもね。行ってね。
出来上がったよ。撮影中です。今撮影中です。すいません。ちょっと僕ですよ。もう見る。いや、結構飲んでるけど、なんかすごいどうしたいの、もうやったシャワーじゃない、はい、分かったか、少し高のミルクとヘビーカンだらけだし、はい、チコチコチコやめてしろか、ね、すごい、ね、シロタちゃん、うん、あ、取れた、これは、ね、うわ、垂れてるシロタああ、足りないもうすぐ終わりだね、こっちもね、はい、いいよ、来た、みーちゃん来たね、はい、上手、もう行こうか、キミちゃん行こうか、あ、これミーちゃんだよ、ミーちゃんだよね、うん、M になったのかも、さっきね、うんちまみれになってたね、うんち出たんだよね、うんちね、うんち、チコ出るかな、チコ出ないかな、あ、出るね、チビチビ出るね、もう少しだね、よしよ、まーちゃんです、まだね、まだしっかりしたね、はいはい、うん、M 字ははっきりしてんだよ、みーちゃんがね、うちぃぴぴ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 ぴ
またチクチのチンチンで自分でしないと、まーちゃん。あ、痛い痛い。なんでなんで。なんでなんで。なんでなんで。下向き。そうね、そうそう、下向きかもね。またよし、ここ行かなきゃね。はい、いいよ。はい、体重測ります。400を超えてると思います。あ、まだだね、まだだね。ちょっとなんでや、382。はい、 OK。 しまってしまって。みーちゃんです。 84g から。みーちゃんも違うじゃん。あ、まーちゃん。これみーちゃん？これみーちゃんだよね。このどっち？これみーちゃんだ。ほら、ちょっと。みーちゃんね、M 字のみーちゃん。461。はーい。477。はーい。大きくなったね。はーい。1ヶ月ぐらいだね、ちょうどね、はい、はい、お昼前の牛乳終わりました。次はまた4時ぐらいで。よくなったね、目薬もさすよ。おいで、出て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 、いいよ、置いて食べるかな。役場のお知らせが入ってます。もう笑えるよね、なんか。中はこんな感じです。これからモースに途中で帰ってみようかなと思いますけど、まあ、今下痢しちゃうと嫌なので、注射が終わるまで、エディカに行こうと思います。よく食べます。まあ、食べるから免疫力が上がれば。誰、米だ。米よく食べるね。後で目薬さします。久々の散歩ですね。もうつなぎるね、あっちへずっとつないでるの。はい、エルモおいで。エルモおいで。あとないよ。
はい、入る。入る。はい。はい、どうぞ。どうしてる？ばあちゃん出んの？いいよ、出てる。どいてください。